キャンバスの落ち葉ある日、私が駅に向かって歩いていると木の根元にある落ち葉が丸を描いていたあんまり見事な丸だったのでこれは偶然だろうかそれとも誰かがほうきで落ち葉を履いて丸を描いたのかななんて考えていたしかし次の日少なくとも偶然ではないことが分かったその日は 木の根元に落ち葉で四角が描かれており、そしてまたその次の日は三角が描かれていたのである。次第にそれは絵のようになってきた。ある日、私がその木のある道を歩いていると、目の前で木がバッと震えて落ち葉がたくさん落ちた。そしてその木の根元にイラストのような木の絵が落ち葉で描かれていたのである。落ち葉の絵は 木が描いていたのか。落ち葉は一瞬で風に吹き飛ばされてしまった。もしやこの木は私に絵を見せたくて、いつも私が通りかかる前に落ち葉の絵を描いていたのかもしれない。そんなことがあってから私は毎日そこを通るために落ち葉の絵を見ることにした。木が描く落ち葉の絵は日に日に上手くなっていき、ある日、 木は落ち葉で都庁の絵を描いたこの辺りからは都庁など見えないはずなのだがどうして形を知っているのだろう不思議に思って木を見上げるとその枝にスズメが一匹止まっていたチュンチュンと鳴いているその姿はまるで木に何事か語りかけているようだったもしかしてスズメにいろいろなものの形を聞いているのかもしれない やがて季節が秋から冬に変わり、木の葉っぱがすべて落ちた。私は木をなでながら、葉っぱがなければさすがに描けないよな。また来年だな。などと語りかけた。ある日、東京に大雪が降った。私が雪道を苦心しながら歩いていると、あの木が私の目の前でバッと震えた。そして、 枝から落ちる雪で絵を描いた。葉っぱがないから雪で絵を描くなんて、すごい執念だなと思いながらその絵を見ると、なんとそれは私の似顔絵だった。よく特徴を捉えている。私を描いてくれたのか。私はそう言って木をなで、雪の似顔絵を写真に収めた。雪が降ると不便でならないが、こんな絵が見られるなら、 また雪が降ってもいいな、なんて思いながら、私は駅に向かった。翌日、私がいつもの道を歩いていると、あの木がなくなっていた。まるで、最初からそこに木なんてなかったかのように、跡形もなくなっている。私は、近くで掃き掃除をしている高齢の女性に、あそこにあった木はどうしたのでしょうか、と聞いた。 ああ、もう古い木だったからね。昨日倒れちゃって撤去されたんだよ。そうだったのか。確かに樹齢を重ねている木ではあったのだが。では、昨日のあの雪の似顔絵は最後の力を振り絞って描いてくれたのか。どうしたのあんた女性に心配されてしまう。私は、 頬を伝う涙を拭い昨日あの木が描いてくれたような笑顔で女性にお礼を言ってからいつもの道を歩き始めた「狸の失態」。 ある山に1匹のタヌキがいたそのタヌキは通常のタヌキの何倍も長く生きており変化の術を身につけていたそんなタヌキにはある願望があった鳥になってみたいという願望である空を自由に飛び回る鳥に憧れていたのであるタヌキは変化の術を使いよく鳥に変身していた だが、鳥に変身したからといって飛べるようになるわけではない。たぬきはタヌキとして鳥の姿に変わるだけなのである。さて、そんなたぬきが鳥の姿をしながら岩の上に立っていたところを、ふもとの村に住むおばあさんがタヌキを見つけた。おばあさんは転げ落ちるように山を下り、村人に触れ回った。不死鳥を見たじいさんが生き返る 山のふもとにある村にはある伝説があったのだ山に現れるという不死鳥を見ると死んだ人間がよみがえるという伝説その伝説に伝わる不死鳥の姿が鳥に変身したタヌキとそっくりだったのださて面倒なことになってしまったおばあさんは不死鳥を見たんだから今にじいさんが現れるぞと騒ぎ回り村人に おばあさん、気を確かにとたしなめられているたぬきはそんなおばあさんを見て仕方なくおじいさんに返信しおばあさんの元を訪ねたおばあさんは大喜びしてこの時に備えてこしらえた飯をおじいさんに食べさせようとしたたぬきはそれを見てうっと動きを止めた「どうしたじいさんあんたの好きだった玉ねぎの味噌汁だぞ」 おばあさんに草腕を向けられるが、たぬきは玉ねぎが大の苦手なのである。玉ねぎを食べた次の日は必ず下痢をしてしまうのだ。おばあさんはたぬきの様子を見て大いに悲しんだ。わしの味噌汁、嫌いになってしまったんかね。そう泣かれてはかなわない。たぬきは思い切ってぐいっと味噌汁を生き飲みし、 そのままおばあさんの家を飛び出した。じいさーんおばあさんの呼ぶ声を背中に受けながら、たぬきは山へと帰っていった。そしてたぬきは、その次の日から、ひどい下痢に悩まされたのである。さて、そんなたぬきだったが、また証拠りもなく鳥に憧れて変身をした。岩の上で、 いつか飛べるようにならぬものかと妄想するタヌキは村の不死鳥伝説の出所が自分であることに最後まで気が付かなかったのである引き抜き場 会社員として働いてる僕に引き抜きの話があった。別の会社から、うちに来ないか、と誘われたのである。法律に則っ,って、一週間後に引き抜きが行われることになった。参、まあ、ったなあ,あっという間に引き抜きの当日がやってきた。引き抜きが行われる引き抜き場は、何というか、ちょっとした工事現場のような場所である。 砂利の敷き詰められた地面僕はこれからここに埋まるのだ。どろりとしたコンクリートのような素材にズブズブと埋められるのはあまり気持ちのいいものではない。しかし法律で決まっているのだから拒否はできないのだ。僕は下半身をすっぽり埋められて上半身だけを地面の上に出しているような格好になった。この僕を 相手先の社長が引き抜ければ引き抜きは成功である普通に引き抜くのは当然困難なのだが引き抜かれる本人がその会社に引き抜かれたいと思っている場合は簡単に引き抜ける僕はどうなのかというと正直相手先の会社に魅力を感じていただが今働いている会社の社長もこの引き抜きを見に来ているし とりあえず少しでも引き抜かれたくない演技をしないとななんて僕は思っていたそしていよいよ引き抜きが始まった相手方の社長がやってきて「では」と一言言った後、僕の髪の毛をつかんで思い切り引っ張った「痛い痛い」僕はあまりの痛さに叫んだがやめてくれないすると相手方の社長が「 今度は僕の腕を持って乱暴に引っ張った。あいい痛ででででででで。なんて無茶をする人だ。僕はこんな社長のいる会社には絶対に行きたくないと思い、引き抜かれまいと体の埋まっている部分に力を込めて抵抗した。結局僕の頑張りもあって引き抜きは失敗に終わり、相手方の社長は帰っていった。僕はまだ地面に埋まりながら、 今の会社の社長に引き抜かれた時のことを思い出していた社長は力任せに引き抜こうとはせず自社でやりたいこと実現したいことなどをゆっくりと僕に話してくれたそんな社長がやってきてちょっと引き抜かれたいと思っていただろうと笑いながら僕に手を差し伸べるそんなわけないじゃないですかと返事をしながらその手を取ると まるでそこに何もないかのように僕の体はスポッと地面から抜けた親密魔法人幼い頃いたずらで床にお絵描きをしていた私は なんと、悪魔を呼び出してしまった。適当に書いた図形の羅列が悪魔召喚の図になっていたらしい。悪魔は私に言った。お前の願いを叶えられる魔法人を一つ教えてやる。どんなのがいい聞かれた私は少し迷ってから言った。お友達と仲良くなれるやつ。当時の私は、クラスメイトのみうちゃんと、 もっっとと仲良くなりたいと思っていたいい思てのだ悪魔に魔法陣の描き方を教えてもらった私は早速その効果を試してみることにした次の日私は学校の校舎にある木の下に魔法陣を描いたそれからその辺りに落ちている落ち葉で魔法陣を隠す私は大急ぎで教室に戻り美羽ちゃんの華奢で可愛い耳に口を近づけていった みウちゃんミュちゃんだけにある秘密を教えてあげるから木のとこに来てそれだけ言うと私は木の下に戻ってみゆちゃんを待った落ち葉で隠した魔法人に自分の片足を置くこれで魔法人の中にみゆちゃんが入れば私たちは仲良くなれる私はワクワクしながらみウちゃんを待ったやがてみウちゃんがやってきた だが、みうちゃんは、一人ではなく、友達と一緒だった。秘密を教えるって言ったのに、なんで私は悲しくなって、みうちゃんに気づかれる前に走って逃げた。どうして、みうちゃんだけに教えてあげるって言ったのに。なんで二人で来たの私の書いた魔法人のせいで、みうちゃんとあの友達は、もっと仲良くなってしまうかもしれない。 足がもずれて思い切り転んだ。近くにいたクラスメイトが、大丈夫と慌てながら私を助け起こしてくれる。私は惨めで仕方なくて、お礼も言わずにまた走って逃げた。ああ、惜しいことをしたな。私が独り言のように言うと、ルームメイトが、何がと、 読何で,で人と仲良くなれる魔法人なんかにしたんだろう今の私ならお金をもらえる魔法人とかにするのにまたそれ私の愚痴に慣れたルームメイトが呆れたように笑う大人になった私は親密になるべき人とは魔法人なんかなくたって自然と仲良くなれることを知ったのだそれを教えてくれたのは あの日私を大丈夫と助け起こしてくれたクラスメイトだったあの日からずっと優しい彼女はああああとまだ言っている私にコーヒー飲むと笑いかけてくれた ヘッドハンティングから身を守れ僕は社長から呼び出しを受け社長室に向かった一体何の用事だろうちょっと緊張しながら社長室に入るお呼びでしょうか僕の呼びかけに対しこちらに背を向けていた社長が椅子をくるりと反転させてから言った君がヘッドハンティングの対象にされているらしいえっ 僕がですかそうだ。警戒を怠らないように、君を取られるわけにはいかんからな。社長はそれだけ言うと、またくるりと椅子を回し、こちらに背を向けた。社長室を出た僕は、車内備品のヘルメットをかぶった。これでヘッドハンティングから身を守るのである。ヘッドハンティングのハンターはいつどこから狙ってくるかわからない。 ヘッドハンティング用の銃で撃たれたら終わりなのだ望む望まないにかかわらず転職を余儀なくされる僕はまだこの会社で働きたい外出の予定があった僕はヘルメットをかぶり辺りを十分警戒しながら取引先へ向かった取引先の社長である高橋さんは僕のヘルメットを見て大変だねとねぎらいの言葉をかけてくれた 高橋さんはベンチャー企業の社長で、年齢も僕と10歳くらいしか変わらない。応接間に通された僕は、まだヘルメットをしたままだったことを思い出し、ああ、うっかりしてました、すいません、と言いながらヘルメットを脱いだ。その瞬間、高橋さんが、悪いね、と胸ポケットから銃を取り出し、僕の頭に向けた。君がずっと欲しいと思っていたんだ。 君は有能な人材だから。まさか僕を狙っていたのが高橋さんだったなんて。撃たれる。引き金を引こうとする高橋さんの指を見ながら僕は、ああ、この人の会社ならいいかもな、なんて思った。しかしその瞬間、パーンと音がして、高橋さんの指が銃から離れた。 のけぞるようにして体勢を崩した高橋さんが壁に背をつけながらやられたよとつぶやく大丈夫ですかああほらあれ君のとこの社長だえ高橋さんが応接間にある窓の向こうを指さした見ると隣の建物の屋上に何やら人影があるその人影は 重心の長いスナイパーライフルを掲げていたそれは確かに社長だった社長は応接間にある天窓のわずかに開いた隙間から高橋さんを狙撃したのだった数日後僕の勤める会社に高橋さんがやってきた高橋さんを迎えた社長がわあっと上機嫌に笑う僕の席までやってきた高橋さんが これからよろしく頼むよと僕に手を差し出した僕は高橋さんの手を握りながら彼と一緒に働けることにワクワクしていたのであった泰電時短法 家に帰った私が机に触れるとバチンと静電気が走った木製の机で何で静電気がといぶかしんでいると今度は洋服ダンスからもパチンと静電気が走った触るところ触るところ至るところで静電気が走るさらには床もなんだかピリピリしているような絶対おかしいお母さん 何またおかしなこと始めたでしょああ、帯電掃除機能のこと何それうちにあるものに電気を帯びさせてね、埃とかゴミが溜まると、パチッと静電気が走って、取れるようにしてもらったのよ。しかも床に落ちたゴミは、電気の働きで自動でゴミ箱に運ばれるのよ。便利だわ。ちょ 何それやめてよ。物に触るために憂鬱な気分になるじゃない。毎日掃除をする人間にとっては、その憂鬱よりも嬉しい機能なのよ。お母さんたらいつもそういう変なことにばっか手を出して、あんたね、あんたに。そんな言い争いをしていると、父が、どっちもどっちだよ、とため息をついた。 お母さんとの小競り合いを終えた私はお風呂場に向かったまったくもうお母さんたら服を脱いでから浴室に入りシャワーヘッドを触るバチンと静電気が走った体から汚れが落ちる私は服を着てから風呂場の床をシャワーで流した私の体には微弱な電気が流れていてこうするだけで 体の汚れがすっかり落ちるのだ。いちいち毎日お風呂に入るなんて面倒くさいもん。さっきお母さんは、あんたに言われたくないわよ、と言っていたけど、私のこれと大電掃除機能じゃ全然違う。私のは、今からちょっと痛いぞ、と思いながらやれるけれど、お母さんのは違うからだ。 ピンポンポ占いでは始めます私はそう言ってラケットを握った台の向こうに立つ客は卓球初心者とのことなので軽くサーブを打つ客はわたわたと慌てながら球を打ち返してきたゆっくりとその球を打ち返す今回の客は仕事の相談でこの店にやってきた どうやら転職をするべきかどうか迷っているらしい。私はラリーを続けながら質問をした。あなたが本当にやりたいことは何ですか客はそんな私の問いかけに、私のやりたいことは、と思考を巡らせる。その間にもラリーは続く。卓球をしながらだと、人は本音を話しやすい。体はラリーを続けることに精一杯だから、 余計なな雑念が入らないのだ昔褒められたことがあるんです君は絵がうまいねってでもそんなのはピンポン客の持っているラケットから音が鳴ったどうやらそれが正解のようですえあなたには絵の才能があるまずは今の仕事を続けながら描きたい絵を描いてみたらいかがですか きっと成功しますよ私がそう言うと客は爽やかな汗をタオルで拭いながら「ありがとうございます」とお礼を言って去っていった私の店はピンポン占い屋という名称だがやっていることは占いというよりコーチングに近い実はラケットに秘密がありラケットを振る客の気持ちが一番高揚した時に ピンポンポとるるようになっているのだもちろん客には内緒であるいわゆる企業秘密というやつださて今日もいい汗をかいた仕事終わりの夕食は何にしようかラーメンがいいかななんて考えながら私はラケットを持って弾を空中に打ち上げた落ちてきた弾をまたコンと空中に打ち返して送り返すそれともイタリアンがいいかな 餃子もいいな。焼肉はどうだろう。ピンポン。私のラケットから正解の音が鳴った。なるほど。確かに言い汗をかいた後はガツンと焼肉に限るな。私はシャワーを浴びてから、いそいそと焼肉屋に出かけたのであった。 ガム最近同僚のまなみがきれいになった何かあった私がそう聞くと、ま、なみはこっそりと「これを噛んでるの」とガムを見せてくれた「何これ今ちょっとした話題になってるんだけどつやガムっていうのつやガム?」そうこれを噛むときれいになれるのよ 何それ本当なんだって。よくわからないけど、噛むと体の細胞が活性化されて元気になるんだって。エナジードリンクみたいなものね。へえ<ー>でも仕事中はガム噛んじゃダメだから、バレないように噛む訓練が必要なの。あとね、味がなくなったら効果がなくなっちゃうから、新しいのを噛み続けなくちゃなのが大変なんだよね。 それからなみは「これ1個あげる」と私にガムをくれた私はお昼休みにこっそりとそのガムを噛んでみたこれで綺麗になったのだろうか自分じゃよくわからないが洗面所の鏡を見てみると確かに何というかツヤが出たような気もする私はスマホでツヤガムを売っているサイトを調べ注文してみることにした すっかりツヤガムにはまった私は、ナ、ま、ミと同じように仕事中も気づかれないようにガムを噛んだ。今ならアプローチできるかもしれない。私には片思いの相手がいる。営業部のキ田さんだ。営業職なのにおとなしくて誠実な性格に惹かれている。私は何とかキ田さんに声をかけられないかとちょこちょこ営業部に顔を出しているのだが、 なぜか最近マキタさんの周りには女子社員が増えたみんなマキタさんの魅力に気がついてしまったのだろうかしかもマキタさんの周りにいる女子社員はみんな前より綺麗になっているきっとまなみからツヤガむのことを聞いてみんな噛むようになったのだろうありゃりゃこりゃダメだそう思った私は ツヤガムを噛むのをすっぱりとやめてしまったのだったしかしなぜかガムを噛むのをやめてから牧田さんに良ければ飲みに行かないと誘われたのだった「ええなんでこのタイミング?」驚きながらも私は牧田さんと食事に行った普段は寡黙な印象のある牧田さんだったが二人きりだとよくしゃべる人だった 意外に話し好きだだったんだなと思いつつ、もしかして私といるからなんて変な勘ぐりもしてしまう初めての食事から1週間後また牧田さんから食事に誘われた牧田さんが連れて行ってくれたのは普段使いはとてもできないようないいレストランだったここれはなんてちょっとドキドキしてしまう 料理が運ばれてきて乾杯をしたがなんだか牧田さんの様子がおかしい前はあんなにたくさん喋っていたのに今日はじっと黙ってしまっているのだまるで以前までの牧田さんに戻ったようである結局私たちはほとんど言葉を交わさないまま食事を終えたレストランを出たところでああもうお別れかなんて寂しく思っていると 突然ぐいっと牧田さんに腕を引かれた人目につかない路地に私を連れて行った牧田さんはドギマギしながら「好きです」と告白してくれた「え私はあまりに突然の告白に驚いたがなんとか自分も返事を返した「私も前から牧田さんが好きだった」とすると牧田さんはパーッと表情を輝かせだけど なんだか申し訳なさそうな顔で言った謝らないといけないことがあるんだえ実は僕あるガムを噛んでいて饒舌ガムというのだけれどそれを噛むと普段話が下手くそな僕でもうまく話せるようになるんだもしそういう僕が好きだったなら幻滅させてしまうかもしれないごめん牧田さんはそう言うと ペコリと頭を下げたなるほどそれで最近牧田さんの周りに女子が増えたのかそれにしてもそんなことを秘密にしておけばいいものを本当にこの人は誠実な人だ私は牧田さんに自分も以前ツヤガムというガムを噛んでいたことを告白したそうだったんだ前から綺麗だったけど なんだか近寄りがたいほど綺麗になった時期があったから僕なんかじゃ声をかけられないって思ってたんだそれじゃあおあいこということでそうだねそれから私たちは無理に膨らませなくてもよい心地よい会話を楽しみながら二人で駅に向かった パッチン占いパッチン占いという占いがよく当たると噂で聞いたどんな占いなんだろう占い好きな私は早速お店に行ってみることにしたこんにちはお店で私を出迎えてくれたのは私と同い年くらいの男性だった男性のそれも若い占い師さんは珍しいので驚いたつ木と申します よろしくお願いします男性がこちらに手を差し伸べ握手を求めてくる私がその手を取ろうとするとパチンと静電気が走ったおっと大丈夫でしたかあはい平気です失礼いたしましたではこちらへどうぞ私はたすきさんに案内されて店内に入った店内の様子は占いの館にしては随分シンプルだった 白いテーブルと白い椅子が置いてあり小さめの加湿器が設置されているそれだけのお部屋タツキさんは私に椅子を勧めてから言ったさて何を占いましょうかああの仕事運について占っていただきたいのですがわかりましたでは早速占いをと言いたいところですが実は占いの工程は先ほどすでに終わっておりましてえ 私ののの占占いは静電気ででうものなのです。お客様のまう運勢は全て静電気に現れます。私はそれを先ほどのように感じ取るわけです。最初に握手をしようとした時のことだろう。なんとも珍しい占いだ。お仕事についてですが、お客様はもしかしたら近々昇進されるかもしれません。えあなたは昇進を迷うと思いますが、 そのお話はぜひ受けした方がいいでしょうただしその際一番信頼できる人と一緒に仕事ができるという条件付きでお受けになるといいと思いますそう言ってたつきさんはニコリと微笑んだそれからものの1か月で私は昇進することになった人事部から昇進を伝えられた時私はたつきさんのアドバイス通り一番信頼できる同僚と一緒に働けるなら という条件付きで昇進を受け入れたその結果仕事がものすごくうまく回るようになったのである私はたツきさんにお礼を言うためにまたお店にやってきた何が好みかななどといろいろ迷った挙句ハンカチを買った男性用の普段使いできるハンカチお店の前までやってきた私は今更さら「占いのお礼なんておかしいかも」と突然心配になってきた ドアの前でドギマギしていると、不意に扉が開いて、もう来てくださらないかと思いましたよ。と、たつきさんが笑顔で私を迎えてくれた。ちょっと迷いつつ、あの、占いのおかげですごく仕事がうまくいくようになったので、これを、と、ハンカチを差し出す。え、いいんですかはい、ご迷惑でなければですが、ありがとうございます。とても嬉しいです。 辰木さんは笑顔でハンカチを受け取ってくれた。あ、じゃじゃあ私はこれでそう言って私が帰ろうとするとたつきさんが「あ待っ待て」と私の腕をつかんだ「えあの今日も占っていきませんかお代は結構ですからいえそんなわけにはハンカチのお礼ですそう言われて私はのこのことお店の中に入ってしまう」 今日は何を見ましょうかあじゃあどうしよう恋愛運とか恋愛ですねふんふんそうですね運命の人はすぐ近くにいるようですえそれってまさかいやいやそんなわけないよねなんて考えながら私はおやと不思議に思った今日はまだ静電気が走っていない じゃあどうやって裏になったのだろう目の前のたすきさんを見るとなぜか顔を真っ赤にしているゆでたこのようになったたすきさんが言ったすみません白状します実はあなたと初めて出会った時電気が走ったんです静電気なんかよりも何倍も強力な電気が 流星ひもくじ私は窓の外をぼんやりと眺めながら幼い日のことを思い出したその日私は夏祭りに来ていた見るもの全てが魅力的に見えるお祭りで私はあるお店を見つけた夏祭りが催されている神社の境内から少し離れた小さな池にたくさんのひもが垂れている そして池の中からはカラフルな光が漏れ出ていた。流れ星が取れるよ。池のほとりで会員室に座っているおじさんがそんな風に客を呼んでいた。簡素な縦看板には流星ひもくじ屋と書いてある。私は後で綿飴を買う予定だったお金をおじさんに渡した。どれでも好きなひもを引き。おじさんに言われて 私はたくさんある紐の中から一本を選んで引いた。すると池の中からコロリと星が出てきた。けれどそれはわざとらしい星型をしたおもちゃの照明だった。おじさんは、いい色だねなんて黄色い歯で笑っていたけれど私は怒った。こんなの流れ星じゃないじゃん。流れ星はこんな形してない。 するとおじさんは慌てて私を取りなした「わかったわかったよお嬢ちゃんには後で本物をあげるから後でっていつおじさんは今流れ星を捕まえる方法を研究している最中なんだだからそうだねお嬢ちゃんが大人になったらあげるよそんなふうに言われて私は仕方なく安っぽい星形の照明を 引きずるようにして持って帰ったのだったそんなこともあったな大人になった私は部屋で独り言を言った今になって何でそんなことを思い出したのだろうああそうか今日がお祭りの日だからだ子どもの頃は毎年のように言っていたけれど大人になってからは行ったり行かなかったりだもう寝ようと思い私は電気のひもを引っ張った しかし消えない。あれ、おかしいなと思った私は妙なことに気がついた。一本しかないはずの電気の紐が二本ある。すると次の瞬間、暗かったはずの窓の外が異様に明るくなってきて。